噛まずにレビューしたい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、ということでね、まあ前回とずっと、続いてますが、一番くじの、開封動画です。はい、前回はね、いい賞のゴテンクス、そちらをね、ご紹介させていただきましたが、まあその時にね、最後に、お伝えした通り、今回はねこちらでござんす。じゃじゃんと、はい、A 賞孫悟空身勝手の極意フィギュアということでね、一番くじの A 賞、はい、こちらもね、ご紹介したいと思います。まあ結構どうでしょうかね、期待してるんですけれどね、うん、実際はどうなのか。はい、ではね、とりあえず箱から出してどういう状態で袋詰めされているかの確認からいきましょう。はい、ということでね、箱から出しました。ねこんな感じですね、中身は至ってシンプルな感じですね。支柱がやっぱり2本、はい、小さいのが短い、小さいというか短いのが2本で、組み立て図、はい、で台座で本体ですね、これも、ちゃんと胴体がくっついた一体の状態ですね。はい、こんな感じで入ってました。はい、ではね、ここから組み立てまでいきたいと思います。はい、ということでね、組み立て終わりました。見ていきましょう。じゃじゃん。いやーやばっす。やったね。いやーやばいぐらいかっこいいっすよこれ。いやあのね、一回ちょっと開封した時にね、ちょっと髪の毛もさりしてしすぎてんじゃないかなと思ったんだけど、いや結構なんてことはないね、全然普通。いやまあほんとね、あとねこう肌とかも服とかもシャドウちゃんと拭いてて、いやもうこれはかなりいいですよ。こうやってちゃんと固定パーツがねしっかりついてるんで、ちゃんと、支えられてますしね。いやーこれはねほんと予想以上に出来はいいですね。うん、この背筋の作り具合とかもすごい細かくできてますしね、うん、いやこれはねかっこいい。あと顔ね、はい、いやすごいいいですよ。目が銀色に光ってるっていうのもありますし、はい、いやすごい、前回なかったここの眉間のね、シワが描き足されてるんで、まあよりキュッてね引き締まった表情にはなってますね。はい、まあ、若干自分の個体差なんでしょうね、ちょっとここに産毛が生えてますねこの産毛なんだろう、これみんな生えてます私の個体だけですかねこれは取った方がいいかな。でもこれ個体差だから、これなんだろうね、うん、このフィギュアだけのって感じで残しとこうかな。いやこれ、いや上半身もすごいすごいね、この筋肉が。若干ね自分のやっぱ個体差なのかな、なんかね汚いんですよね。若干黒い点々がついてたりとか、なんか中古で飾ってあったのを袋詰めされてたようなそんな感じがしますね自分の。そこはちょっとねもうちょっと丁寧にしてほしかったな。どうぞ。いや この角度のポーズとかもね結構貴重ですよね、このフィギュアならではのポーズだからね。
いやーこれはめっちゃかっこいいわ、ほんと。うわーこれはすっげーかっけ。いやこれはね、あのほんとね、このヴィンテージバンクではねスルーしようかなって思ったぐらいあんま期待してはなかったんですけど、いやそれを超える出来栄えだねこれね。いやーこれはやってよかった、うん、一番くじやってよかった。いやーこれはマジでいいもんだわ、うん、いやーということでね、まあ今回は A 賞をご紹介させて、させていただいたんですけれども、まあね、次回は、一応ラストワンまで引いてますんでね、最後ということでラストワン賞、そちらをね、開封したいと思います、ということなのでね、この動画を見てね、気に入っていただけたら、チャンネル登録していただけるとありがたいと思います。あとね、私の動画はね、よくね、言葉を噛みますんでね、いかに噛まずに綺麗に喋って